はい、こんにちは、水上でございます。競馬大学、今回もよろしくお願いいたします。週刊賞、先週予想しましてですね、まあ、なんとか2年連続で週刊賞を的中させることができましたね。ファインルージュ押しててよかったなというところでございますけれども、チャンネル登録もそのおかげか何か結構ね、ぐっと増えて非常に嬉しく思っております。感謝しております。どうもありがとうございます。今回はもちろん菊花賞大予想ということでゲストも招いてお送りしようと思います。今これ撮ってるのは10月の22日、金曜日の時点の予想であるということで、もう枠順は確定しております。天気の方もね、まあ雨はどうやら避けられそうなので、まあ今日がね、まあ、最終見解のちょい手前ぐらいのね、そんなニュアンスで見ていただけるといいかなというふうに思っております。最後までよろしくお付き合いください。ということで、じゃあ早速ゲストをご紹介していこうと思います。大スポ市場でですね、ラップナビゲーターとして、鋭い予想を展開されておられます明石孝則さん、今回お迎えいたしました。明石さん、こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めましてということになりますが、いつもあの市場の方では、はい、拝見させていただいております。あ、こちらこそありがとうございます。いつも水上さんの番組をご覧になった。いやいやいや、そんなお恥ずかしい限り。特に有名人と今喋ってるというちょっと緊張感でいます。何をおっしゃいますやら。ね、まあそれは冗談はさておき、よろしくお願いいたします。そしていつもの通り競馬ラボの鹿野くんもお付き合いいただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ早速菊花賞大予想入っていきたいんですけれども、まず、明石さん、今年のメンバー、まずそうですね、枠順をご覧になってどんな印象をまず持たれましたでしょうか。はい、そうですね、やっぱりちょっと人気しそうなのが外に寄ったなという印象ですし、はい、そうですね、まあ、やはりね、長丁場の立ち回り一つでね、なんかこう着順も変わってくるようなレースなので、まあ、そのあたりがどうかなというところですよね。うん、はい、まあ、やっぱりそのもちろん形状が違いますから、その京都の3000と阪神の3000でこのラップ構成上求められるものってのは随分変わってくるということになりますか。はい、そうですね、やはりね、直線、特に直線はね、平坦の京都とやっぱり坂のある阪神で、先週のね、秋華賞が本当に上がり要する競馬でしたしね、スローペースの割にラストがね、12秒台後半まで落ちてたので、果たしてそのあたりが馬場状態も含めてちょっと気になるところですよね。ちなみにちょっと話前後しますが、先週の秋華賞ね、明石さんもファインルージュでバッチリと的中されて、ね、おりますので、まあ、これからお話しいただく見解非常に楽しみでございますが、となると、まあ、スローになってもちょっと上がりはかかるんじゃないかという感じですけど、まあ、当然じゃあ、 あの今年ちょっと前行きそうな馬が内枠引いてますけど、流れ的にはスローになりそうという、そういう見解でしょうかね。そうですね、そのあたりのやはりレースキャラ自体はそこまで変わらないかなという、最初の5波乱を平均で入って、中間の5波乱で、まあ、思いっきり緩むという、はい、でまた最後の5波乱で少しペースアップするという形かなと思っています。はい、わかりました。ではですね、ステップレースごとにちょっとね、見ていきたいと思います。いつものようにあの私と明石さんの手元にはあの本命、それから対抗といいますかね、二重丸、白丸、白三角というね、そういったマークがありますので、まあ、それを各馬の評価の時に出してそれぞれの見解を述べて、そして、競馬ラボの鹿野くんがいろいろ質問等々で絡んでいくという、そういう進行でいきたいと思います。じゃあまずはですね、最重要のトライアル神戸新聞杯組、ここからね行きたいと思います。その神戸新聞杯を制したのがステラベローチェでした。皐月賞もダービーも3着ということで、まあ、今回ね出走しているメンバーの中では最もやはり格上といいますか、実績面では最上位というふうに見ていいと思います。早速じゃあ明石さんがどんな今のところ見解をステラベローチェに持ってらっしゃるか、印をですねちょっと出していただこうと思いますが、明石さんお手元の印、ステラベローチェに関してどんな印を打たれますか。ステラベローチェ、はいはい、おいきなり20丸が出ました、はい、はい、初パターンですね。いきなりこれはいきなり20丸というのはなんかあれですね、ご飯は美味しいものから好きなものから先に食べるというそういう感じですか。そんな感じですね。いきなり好物からいきますという、ね、なるほど、はい、そうですか。じゃあまあその本命にした根拠といいますか推奨理由からお願いいたします。まあ、正直なところね、あのままだったので、はい、まあ、時計的な価値というのは非常に測りづらいんですけれども、はい、やはり一番ねこの10年で8頭の勝ち馬を出している神戸新聞杯ですから、はい、で昨年もね同じ中京で行われた、神戸新聞杯からコントレイルがきっちり3冠を決めたということで、うん、まあ、連動性というものは全く変わ
関わってないということでね、この勝ち馬であるね、セラベローチはまあ外せないかなと思いますし、何よりもやはり春2冠の勝ち馬がね、両馬ともいない状態で、まあ、この実績を持つ馬に対しては、ちょっと20丸を打たなきゃ失礼かなというふうに思います。やっぱりその今ね、中京でやった去年もというお話ありましたけど、やっぱり神戸新聞杯が一番馬質が揃うということですよね、まずは。そうですね、やはり阪神の外回りも中京のね、やはりでもね、直線はやっぱり長いので紛れがなく能力を最大限に発揮できるコースであるということで、やはり各陣営もね、そこに集まるとは思いますしね。あの神戸新聞杯の自体 の, その、まあ、さっき、ね、道割れでちょっと進化が図りづらいというお話もあったんですけれども、ラップ的な部分で考えると、あのレースっていうのは今回にどういうふうにつながりそうだっていうふうな印象を持たれました？そうですね、正直なところその神戸新聞杯のラップ、おそらく細かく分析することにあまり、おそらくあのババだと意味はないんですけれども、はい、あの時計で勝ち切ったステラベローチェが一走前のダービーで2分22秒ですかね、非常に速い時で走ってますので、はい、まあ、このギャップを埋めるだけの能力があるという判断をすべきかなと思います。あ、なるほどなるほどなるほど、分かりました。やっぱりじゃあそうなってくると、その3000っていうことよりも、その総合的なその体力といいますか、はい、そういった部分で、まあ、1枚も2枚も上じゃないかという感じですかね。そうですね、やはりあの本当の一流馬というのはコース馬場を問わないというのが私の持論なんで、まあ、ぜひその領域に達してほしいと。あ、なるほど。じゃあ赤石さんの中では今年の菊花賞はあまり混戦というイメージじゃないというふうな感じですか？そうですね、正直なところ一票かな、相手探しのレースかな。おお、なるほど、はい、分かりました。じゃあ私のステラベローチェの評価ね、今も赤石さんからそういうお話を聞いた後でこの印を出すのはちょっと気が引けるんですが私は三角、はい、三角というのはまあ要するに、そうですね、まあ、本命は本命で1頭で、白丸は対抗格のグループということであれば、そのちょっと下ぐらいの感じにしてしまったんですが、私はですね、ステラベローチェはあの前回ね、神戸新聞杯雨降ったらシャフリヤール危なくて、ステラベローチェとかの方がもう全然いいよっていう話をして、で実際雨になってステラベローチェが勝ったわけですよね。でステラベローチェは結局重賞勝っているのは2回とも不良馬場だったり馬場だったりっていうところ で、まあ、やっぱり勝ち切るにはやっぱりそういった部分が必要なのかなっていうのがどうしてもつきまとうというのがあって、まあ、あの両馬場でやると少し展開面の助けとか、あとキレとかっていう部分で全体の走破時計は速く走れるけれども、直線に入ってからのさばきというところになると何かに切れ負けるっていう恐れはちょっとあるのかなというのがどうしても拭えないっていうのが一つと、まあ、あとはパワーはあるけどもスタミナがあるかっていうのとはまた別だというふうに僕は思っていて、例えばそのなんていうのかな、そのパワーがあってもスタミナがないみたいな、例えばこういう例えがあの適切かどうか分かんないですけど、ウェイトリフティングみたいなね、うん、レスリングの選手ってパワーとスタミナと両方あると思うんですよ、はいはいはい、うん、だけどパワーだけあってスタミナに欠けるっていうタイプも当然あるので、うん、僕はステラベローチェ の感じっていうのはものすごく、まあ、あのクロノジェネシスでねバゴの代表3区いますけど、あれともちょっと共通することですが、まあ、総合力はすごくあるけどスタミナだけっていうところを見た場合にちょっと心配はあるのかなと。で一番人気になるのであれば、まあ印的には本命打たなくてもいいんじゃないかなっていう、まあね、まあ、ちょっとかなりこう邪道というかこう馬券の面が先に立った見解ですけど、まあ、それもあって、本命打たずっていう感じですかね。そういうふうに思いましたけど、なんかありますかね、はい、亀君の方から。やっぱりステラベローチェ血統的にも距離伸びてさらに阪神でってなるとマイナス材料が多いですか？いや別にね、距離自体を3000をこなすかこなせないかって言われたらこなすとは思うんですよ。別にそんな、はい、あの例えばオークスにおけるソダシとかみたいにね、こうパッタリ止まっちゃうみたいなことはないと思うんですけど、ただやっぱり底力っていう面でいくと他の今回出てる馬に比べると少し見劣るところがあるので、まあそれがねちょっと心配かなと。これ母の母方の方にねグランドスラムゴーンウエストっていう入ってる血があるんですけど、これがちょっとあの距離どうこうじゃなくて
淡白なんですよね、ものすごく。だから、その3000でその2400や2000で見せてたようなそのパワーが見せられるかっていうとちょっと疑問しかなって。で、馬子っていうのは、皆さん勘違いしてますけど、馬子自体は結局あの凱旋門賞勝った時も実はフランスには珍しい超高速馬場だったんですよね、はいはい、で馬子の子供でビッグウィークが菊花賞を勝っていますけど、まあ、あれはもちろん京都の菊花賞だったということと、あと馬子がこう、あ、ごめんなさい、ビッグウィークが上がってきたのはやっぱりローカルのところからだんだん上がってきたということもあって、馬子自体が、まあ、果たしてねこうスタミナが何でもっていうところではないような気もするんで、まあ、私はステラベローチェは、そういう意味で考えるとまだ京都の3000の方が良かったかなっていう気がちょっとしてるんですよね。はい、はい、あと赤瀬さんにも一つ聞いていいですか。はい、何でしょう。あの京都の3000だった時って、はい、あの残り1000とか800から急に早くなって、はい、上がり勝負になるんで1008とか2000で構想してたのは結構来てたと思うんですけど、はい、阪神の3000になってその傾向って変わると思われますか。僕は変わらないと思いますね、はあ、結局はなぜそういう馬が来れるかっていうと、やはり昔でいうあのテレビ馬っていうんですかね、あの大逃げを打ったりとかっていう、もう引き離していくようなペースを上げる馬がもう今折り合い重視の競馬でほぼいなくなった状態で、うん、まあ、本当に中間のゴーハロン道中のラップっていうのをもう緩み切る状態なので、はい、まあ、僕のイメージとしては本当に最初のゴーハロン最初の 1000m と後半の 1000m 足して 2000m の競馬で強い馬が勝てる、そういうレースになりつつあるんじゃないかなと思ってます。じゃ あ, あの単純に上がりのその数字が京都だったら33とか34ですけど、阪神だったらそれがただ単に35、36に遅くなるだけっていう感じで、はい、そうですね、そういうイメージですね。レースのラップ自体もちょっと上がりますし、それに付随して自身の上がりも上がるという感じです。はい、そしたらステラベローチェは上がりがかかる競馬の方が浮くと思うんで、僕は阪神の方がいい馬なのかなとはちょっと思いました、はい、なるほど、はいはい、というところでね、まあ、あのちょっとそのあたりの見解は分かれておりますけどね、うん、まあ、あの実は私はここで言いますけども、もちろんあの、今日のゲストの赤井さんとは初対面でございましてですねここで懐に噛みつくような勇気はございませんので、はい、というところでね、まあ、それぞれ見解分かれたんで、まあね、ご覧になっている皆さんがどっちをどういうふうにこう汲み取るかというところでね、お任せしたいなというふうに思いますけどもね、まあ、とりあえずステラベローチェに関しては一番人気に関してはちょっと見解が分かれていると、まあ、いうことでございます。じゃあ続いて神戸新聞杯から、まず2着だったレッドジェネシスですね、これについて赤石さんまた印をお願いします。はい、ジェネシスは、はい、はい、お、三角の中の、まあ、黒っつう感じですかね。そうですね、3番手評価という、はい、3番手評価、はい、これについてはどうですか。正直なところ、まあ、雨が降ったらシャフリヤールと一緒に沈むと思ってた一頭だったね、こういう心配は。ディープインパクト3というのもありますし、まあ、綺麗心情ということで、まあ、おそらく厳しい展開になるかなと雨を見て思ってたんですけど、逆にそれを跳ね返したことでね、本当は1箇所でここまで重い印を打つ予定ではなかったんですけど、まあ、あの成長力を見せられるとね、ちょっと評価を一段階上げなきゃいけないなと思った次第ですね。なるほど、あの意外とステラベローチェと神戸新聞杯での着差がつかなかった、確か2分の1ぐらいだったと思うんですけど、はい、あのその着差に関してステラベローチェとのその比較で言うとどうですか。そうですね、やはりステラベローチェ自体がね、いきなり鉄砲というイメージがあまりもともとなかったので、どちらかというと上がってくるタイプ、それもバゴサンク、まあ、クロノジェネシスみたいな形なのかなとは思うんですけれども、はい、まあ、そういう意味で迫られる、あるいは大きく突き抜けるっていうイメージは、まあ、あまりなかったので、うん、むしろあの馬場で迫ったレッドジェネシスがおそらく鉄砲を引くんだろうなというイメージです。あ、なるほどなるほど、うん、その休み明けのに対する適性の部分で、着差が、まあ小さかったと。そうですね、はい、ご判断ということですね。はい、わかりました。じゃあ続いて私の、レッドジェネシスに関するじゃあ見解ですけれども、私はですね、よいしょ、これですね、白丸、はい、対抗格の評価をしたいなというふうに思っていますが、まあね、
枠順見てちょっと心が揺れております。もしかしたら二重丸にする可能性もゼロではないかな、最終見解でみたいな感じになっておりますが、まあ現時点では白丸ということになってます。これに関しては私神戸新聞杯の、ね、見解の時に、まあ、決してあの時はこの競馬大学で道丸を想定したわけではなかったんですけど、レッドジェネシスはかなり推奨したんですよね。で競馬予想テレビ前日出て、まあ、あの時もまだあんまり道悪とは思ってなかったんですけど、まあ、雨が降っても全然評価変えなくていいかなと思ってたんですけど、まず一つはやっぱりね、ディープにストームキャットっていう配合のスケールですよね。もうこれも皆さんご存知ですけど、絆を筆頭に衛進光とかリアルスティールとかラブゾンリーユとかダノンキングリーとか、もういろんなタイプの名馬がいて、で例えば絆とか衛進光はそのヨーロッパ の, その非常にこうパワーのいる芝でも、向こうで重賞勝って、まあ、重賞というか G1 勝ってっていうのもあったりとか、まあ、ダノンキングリなんかはもう軽い馬場での、ね、高速の切れ味みたいなところを武器にして、リアルスティールはね、まあ、京都でやりましたけど菊花賞2着があったりとか、まあ、そういう部分でもうとにかく競走馬としてのスケールがものすごく大きい配合だなというのがあって、でレッドジェネシスに関して一つ大きなセールスポイントは、母の母父がサドラーズウェルズっていうことで、サドラーズウェルズはもう皆さんもご存知のように、まあもうヨーロッパのスタミナのもう権限のような象徴のような種牡馬ですから、まあそれがお母さん方にしっかりと近いところに入っているというところもあるので、これはもういかにもこういった中長距離向き、しかもタフなコース向きっていうふうに私は思うので、まあ今年の混戦であるならば、まあ私は混戦と見てるんですけど、今年の混戦であるならば、まあ引き続きね、馬券に絡んできても全くおかしくないんじゃないかなというふうに思ってますけど、はい、これに関してはいかがでしょう、なんかご質問とかあれば。はい、この馬前走神戸新聞杯の時に水上さんと一緒に上がりが遅いレースに強い馬だっていう話をして推奨したんですけど、はいはい、やっぱりこの馬も阪神の方がいいのかなと思いますね、京都の高速上がりになるよりは。はい、そうです、これは明らかに阪神でやってくれることがね、プラスに働く馬だなと思いますよね。はい、あと神戸新聞杯の勝ち馬が強いレースだって冒頭で明石さんおっしゃったんですけど、はい、神戸新聞杯の上がり1位と2位の馬を買っとけば菊花賞って基本当たるレースなるほど、はい、本当にだから最後の末脚性能っていうのが求められるんで、うん、まあ、レッドジェネシス上がり2位で2着ということで、うん、まあ、阪神になって、まあ、距離延長も問題ないと思いますし、これも引き続きいいと思いますけどね。これも京都の方が怪しかったなという気は個人的にはしてます。そうですね、それに関しては全く同感ですね。やっぱり上がりがかかった方がいいと思うので、まあ、ゴール前の急坂が逆に味方をすると、いうところはあるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、はい、ということで、神戸新聞杯の、ね、1、2着馬ステラベローチェとレッドジェネシスに関してお話を伺いました。明石さんの本命は、ね、もう出てきました、ステラベローチェということで、まあ、本命候補が出てきたんですけど、私の本命候補というのは番組の後半の方に、ね、出てくると思います。それから競馬ラボ血統トレジャーハンティングの方では、まあ、穴馬ですね、私のとっておきのお宝馬をレース前日の夜に更新いたしますので、ぜひチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼ってあります。どなたも無料でアクセスできますので、ぜひ見てみてください。はい、ということで、じゃあ今度はもう一つのトライアル、セントライト記念ですね、こちらの組から行ってみようと思います。まあ混戦のね、年の菊花賞はセントライト記念組が穴を出すというのも今までのパターンかなというふうに思うんですけれども、まあ果たして今年はどうかということで、また一頭ずつ見ていきたいと思います。勝ったのが浅間のいたずら、これですね、まあ、人気が薄かったんですけれども、まあ、見事に差し込んできました。この浅間のいたずらの評価を明石さんに伺ってみたいと思います。明石さんいかがでしょうか。はい、いたずらは、はい、すいません、無印です。真っ白雪印ということになりました。はい、はい、ということで、じゃあ消しの根拠というのはいかがでしょうか。時計的な部分と、あと勝ち時計と勝ちっぷりに関しては文句がないんですけれども、はい、やはりちょっと上がり3ハロンが尻下がりのラップを刻んでいるということで、見た目以上のものはないなと、
という評価ですね、うんうんうん、本当にちょっとレベル的にメンバー的に見てもレベルが果たしてどうなのかという担保があまりないように思いましたので、ちょっとセントライトという組は軽視ということで、あ、なるほど、思い切って軽視にしました。これ前走のこのセントライト記念をその予想、多分予想なさったと思うんですけど、その時の浅間のいたずらに対する見解と、あのセントライトが終わった後に思ってらっしゃる見解っていうのはそんなには実は変わらなかったりするんですか？そうですね、そこのおそらくこの世代の路線での立ち位置っていうのは私の中ではとりあえずは変わってないです。あ、セントライトを勝ったとしてもあんまり変わってないというニュアンス、はい、うん、そうですね、もうちょっと上がり足が欲しいというかキレが欲しいという感じですか？そうですね、やはりあの後半3波のもう尻下がりにラップが落ちているので、うん、まあ、やはりかなり恵まれての勝利かなという、まあ、あのまだ走らなかった、まあ、原因はいろいろあると思うんですけれども、はい、やはりちょっと自力でここに入った神戸新聞愛組の一戦級と戦うにはちょっとまだ実力が足りないかなという評価ですね。はい、わかりました。じゃあ、私の浅間のいたずらに対する評価ですが、これです。白い三角、僕はあの赤石さんと同じで無印にしようかと思ったんですけど、はい、まあ、とりあえず一応白三角はね打ってみたんですが、これに関してはちょっとねやっぱり中山専用馬の匂いがすごくするなっていうのもあるし、まあ、お父さんビクトワールピサですしね、うん、ちょっとやっぱり中山専用馬の匂いがするなっていうのは一つあって、まあ、あとさっきね赤石さんもおっしゃったんですが、少し恵まれた部分も大きかったかなというのは否めないと思います。あの決闘的に別に距離、まあ、距離ね、まあ、距離もビクトワールピサの子供なんでね、ちょっと不安はあるんですよね、うん、私今回同じ舞台が阪神大賞典、あの阪神の3000で行われますけど、阪神大賞典 で買いたい馬かどうかっていうのを一つのチェックポイントにしたんですが、はい、そこで考えた場合やっぱりこのビクトアルピサの子供を買うかって言われたら買わないよなっていうのがちょっとあって、まあ、あの評価的には、まあ、私もセントライト勝ってはいるんですが、まあ、かなりねこう下の評価かなというふうに思います。能力的にはね壺にはまれば面白いものはあると思うんですけど、うん、まあ、やっぱり中山の方が当然ねパフォーマンスが相当高かったので、まあ、それを考えるとあの阪神に持っていってっていう部分プラス距離ですよね、そういったことを考えると思い印は打てないなというふうに思いますけどね。これについていかがでしょうか？はい、はい、これ買い時前走ですよね、完全に。そうなんですよね、前走変わりしてって感じですよね、はい、中山代わりでジョッキー手代わりで、うん、っていうとこだったんで、もう買うなら前走で、前走以上はちょっと僕もあんまり想像できないですね。あとセントライト記念って負けてる馬のがきますよね。そう、そうなんですよ、それもね、はい、ちょっとありますよね、はい、はい、さてセントライト組は2着の総バリアントが回避をしましたので、まあ、次にね取り上げるべきは3着のオーソクレースということになります、オーソクレースに関する評価、あ、これは赤石さんに伺ってみましょう。赤石さんいかがですか？はい、オーソクレースセントライト記念組はとか言っときながらすいません、対抗これは白丸、まあ、対抗グループの評価ということですね。はい、はい、これじゃあセントライトからちょっと重めに抜擢した理由はどんなところでしょうか？やはりねこのセントライト記念レベル的にはちょっと個人的には疑問もつくんですけども、唯一、はい、まあ、上場酌量の余地があるのはやはり骨折だけ長期休明け、うん、で、まあ本来であればもしかしたら沈んでもおかしくないシチュエーションではあったと思うんですね、この馬に関しては、うん、はい、まあ、そこできっきり3着と格好をつけましたし、まあ、それ以前の戦歴を見ても、まあ、世代トップグループの能力の持ち主であることは間違いないと思いますので、はい、まあ、そういう意味で叩き2走目どこまでパフォーマンスを上げてくるか、その期待感の方が不安より先にきます、うん、この枠についてはどうご覧になってます？非常にがっかりしましたねどうですか、やっぱり阪神の3000っていうこのコース形状を考えると、そのあのオーソクレースがどうこうってことを抜きにしても、この枠というのはやっぱり痛いというふうに思われます？そうですね、距離が長い、長距離だとそんなに枠を気にする必要もないというところもあるんですけど、やはり18頭の18番枠はというところですよね。やっぱりじゃあそこをルメールがどうカバーするかにかかってくるって感じですかね。そうですね、やはりルメール騎手がねずっと話していないというのもちょっとね怖いポイントではあるので、うん、このまま
形状的にはスタートした後こう直線がしばらく続くじゃないですか、阪神の3000っていうのは、はい、すぐコーナーが来るようなコースではないっていうところを加味すると、その18番枠のなんかこうカバーリングっていう意味で考えると どういうふうに思われます、そのコース形状と絡めると。そうですね、やはり東京の 2000m みたいにすぐコーナーみたいな感じじゃないので、はい、そこまでマイナスにはならないとは思うんですけれども、うん、決してプラスでもないなと。あとペース的な部分でスローペースっていうお話が冒頭の方であったんですけど、そのペース自体がこの馬に与える影響みたいなのはどうですか。そこはね全く心配してないですね。立ち回りの重さというのはおそらく世代でも屈指だと思いますし、こんなペースにおそらく対応できる、まあ、その対応力に関して言えばシャフリヤールなんかよりもちょっと上なのかなと。おお、なるほど、はい、分かりました。じゃあ私オーソクレースに関してはということになりますが、ここではい二重丸を出します、うん、はい、この枠でもいいですか。この枠でなければもっとこの間にもう一個丸つけて三重丸にしようかと思ったんですけどいやちょっとやっぱりそれは良くはないですよ、プラスにはならないですよね、うん、どこまでマイナスをまあ考えるかってことになりますけど、まあ、一応私血統メインの予想なので、まあ、そうなってくると枠がのプラスマイナスの、そのなんていうの考える順位っていうのはちょっと下の方になっちゃうのはもうしょうがないんで、はい、まあ、ただ僕もさっき赤瀬さんおっしゃったようにそのコース形状を考えると、まあ、すぐねこう振られるようなコースじゃないから距離ロス自体はその最初のコーナーに来るまでに、まあ、ルメールが何とかしてくれないかなという感じはあるんですね。あと内の方にちょっと飛ばしたい馬が揃ったような感じもあるので、うん、ワールドリバイバルを筆頭にですね、だから意外とスローなんだけど縦長にはなるし、先頭の馬だけのペースでいくとそんなにスローじゃないと思うんですよ、うん、後ろの方にいる例えば3番手集団とかそういったところの通過ラップはスローになるとは思うんですけど、先頭だけいくと結構序盤流れるんじゃないかなと。でそこから1周目のホームストレッチでぐっと入ってくる頃に落ちるというね、そういう展開を予想してますので、うん、それ考えるとそこである程度縦に長くなってくれれば、まあ内に入れやすいというようなところもあるんで、まあ、なので枠に関しての心配は嫌ではありつつ致命的なもんじゃないかなというふうに思ってます。で血統的な話をすると、まあね、これももう皆さんいろいろ書いてらっしゃったりしてて新聞とかでもね中間出てるんでお読みになった方多いと思いますが、まあ、なんといってもエピファネイアが、まあ、京都とはいえ菊花賞勝ってるし、でしかもお母さんがマリアリトってのが大きいですよね。牝馬のみで宝塚記念、ね、阪神で強い相手に勝ったというね、そういった、まあ、戦績があって、しかもおじさんのリアファルも菊花賞、これは京都でしたけども、まあ、3着があってということで、うん、スタミナとパワー両方ある非常にいい配合だなというふうに思います。まあ、あとはセントライト記念に関してはもう僕も全く赤井さんと同じ見解で、もう9ヶ月近い、ね、ブランクがあってもう消えるかなと思ってたんですけれど、やっぱり4コーナーのあたりの反応がちょっと鈍くて休み明けかなっていうのはあったんですが、それでもやっぱ直線坂下からねじりじり伸びてきてたんで、それを考えると、まあ、やっぱり休み明けであそこまで走れる能力、これは相当世代の中でも高いと。で今回ね、世代上位の2頭がいないわけですから、もしかしたらこれが、まあね、ステラベローチェと同じぐらいの格を持っている馬というふうに見てもおかしくないというふうに思いまして、まあ、ルメールで人気にはなるとは思いました、2番人気ぐらいになると思いましたけれど、まあ、これ本命が一番面白いかなという判断をしました、はい、というところでいかがでしょうか。菊花賞ってジョッキーで買えば大体当たるレースだと思うんで、あ、そうなの、どういうジョッキー買えばいい、ルメール騎手が過去5年で2勝2着1回、うん、はい、ほう、で福永騎手が過去5年で、1勝2着2回。ほう、はいはいはい。やっぱり長距離戦はジョッキーってよく昔から言われてると思うんですけど。まあ言いますよね。うん、はい。でルメール乗って今回まあ多分一番人気にはならないと思うんで、はい、それ考えるとまあお得感もありかなというふうに思いますよね。うん、まあね、ちょっとセントライト組の評価下げるというふうに赤井さんがさっきおっしゃってて、オーソクレースにも厳しい出質かなと思ったら白丸ついたんで私はかなりほっとしております心中心強いなというふうに思っておりますけれども、じゃあセントライト組からね、まあ、もう一頭、まあ、本来だったら、ね、セントライト勝ち負けしてここでも人気の一角になるはずだったかもしれないタイトルホルダーと
という馬がいます。これに関してもちょっとね伺っておこうかなと思います。赤井さん、タイトルホルダーいかがですか。はい、タイトルホルダーは、はい、すいません、白いです。白い、はい、これ上場酌量の余地ないんですか。これないですか。確かにね、4コーナーで、ね、致命的なフリアってもう最後は完全にやめてましたんで、うん、的な、まあ、上昇ね、そういう意味ではあるんですけれども、まあ、個人的にはやはりこの今年の3歳ボバの路線であまりこう時計の裏付けのあるレースが前哨戦も含めてなかったなと思ってまして、うん、でも正直毎日杯とダービーぐらい時計的にすごく目を見張るような時計だったのは、うん、で、まあ、タイトルホルダーはまあずっと弥生賞も皐月賞もやはり時計例年に比べるとちょっと時計がかかる馬場での構想、そして早い時計の決着になったダービーでまあ着順投資も落としてしまったということで、ちょっと能力的な限界が見えたかなというふうには思ってしまったので、うん、まあ、前走アクシデントがあった後で巻き返しというよりはちょっとリズム悪さを気にしてしまうなっていう方で無印ということで、うん、なるほど、はい、はい、じゃあ続いて私のタイトルホルダーの見解ですけども、ちょっとね白い三角にしました、はい、というところでね、これね、確かに前走致命的な致命的といいますか、まあ、不利前詰まったんですけど、ただねその後も、まあ、確かに追うのやめてたんですが、うーん、あそこで例えば普通に前が空いてても伸びたかなっていうのはすごい疑問があって、うん、であの地点に来るまでずっとねこの馬の何かにかぶせられてたんですよ、ずっとレースがね、あのレースの道中で、それで馬がかなりねイライラしてるように見えたんですよ。折り合いかなりつけるのが大変そうだなというのがあって、はい、でちょっと精神的な部分での難しさっていうのを露呈したかなと。まあやっぱりこの馬行ってなんぼ、まあ別に花は切らなくていいと思うんですけど、前に行ってなんぼかなっていうところをすごく感じたので、まあ、今回ね、あのどういう競馬するか分かんないし、ワールドリバイバルがもし大逃げを打てば、まあ、それスムースに2番手ぐらいについてってっていうことで、この馬にとってはいいポジション取りがねできるのかもしれないんですけれども、まあちょっと気象的に外から何かに来られると結構イライラする、そういった難しさも持ち合わせてる馬かなっていうのを前走感じたので、まあそうなってきた場合距離的にもね当然ロスが不安が出てきますので、いくらお姉さんがメロディーレーンだからといっても、まあね、ちょっと話は違うかなと。であと、うん、ドゥラメンテの子供っていうのは結構ね全身規制強い馬が多くて、はい、なんというか距離的にきつい馬が今後増えていくような気もするんですよね、うん、うーん、2400とかでももしかしたら辛い子供が増えていくかもしれないなというところがあるので、まあ、私やっぱりちょっと3000のしかも阪神でってことを考えると、そっちの面でも少し心配があるかなと思って、うん、まあ白にしました、はい、これについてはやっぱり鹿野くんなんかは上場酌量の方を結構見ますか。僕はあのレース見てて、うん、あ、これ横山武史騎手、うん、距離不安あるなって思いましたね、あのレース。ああやっぱりそうなんだ、はい、まあ、言葉なんですが、まあ、トライアルなんでね、ちょっと一回こうテストをしてみようというところもあった可能性もありますけれども、はい、まあ、もしあれがテストだとしたらこれはあかんというふうに割り切って今回は、はい、積極的にっていうのもありえますからね。そうですね、そっちに転んだらちょっとまだ見限れないですよね、うん、やっぱ能力的にはこのメンバー入ってもトップ5には入ると思うんで、うん、まあね、タイトルホルダー実は最強説みたいなのが一部で唱えてるね世代最強説みたいなのが唱えてる方もまあいないわけではないんでね、まあ、そのあたりがいよいよ今週末分かるというところで、まあ、注目の一頭ではありますよね。展開のね鍵、この馬がどういうふうに前をつつくかとかによっても流れ変わってくると思うし、うん、はい、非常にまあ鍵を握る一頭かなというふうにタイトルホルダーは思います、はい、はい、というところで、まあ、前哨戦といいますかトライアルからまあ一頭ずつ見てきたんですけれども、ここまで名前が上がってないまで明石さん、なんか気になってる馬っていますか。そうですね、やはりちょっとペースは、まあ、中間緩んで上がり勝負みたいな形になった時に、はい、まあ、15番の、ね、バイスメテオール、おー、これはあんまり人気なさそうですね。そうですね、もう休み明けで人気はないんですけど、ここ3走がね最速上がり3連発ですし、まあ、ラジオ日経賞の、ね、勝ち方も非常に鮮やかでしたから、あ、まあ、静止性能というところではね
十分通用するかなと思います。あとはもう距離はもう未知数なんで、やってみないとわからないというところなんですけど、これね、お母さんのシャトーブランシュっていう馬がね、結構こう地味ではありましたけれども、かなりなんというか穴をね、よく牝馬限定重賞で開ける馬で、記憶が正しければマーメイドステークスとかでね、結構頑張っていた印象があるんですけども、まあ、阪神コースでしたけれども、まあ、バイスメテオール、どうやっぱり ラジオ日経賞の話出ましたけど、ラジオ日経賞のその構成、走った構成というのは結構優秀なもんだったんですか？まあ、どうしてもね、ちょっとスローなんで勝ち時計自体は目立たないんですけども、逆に末脚性能が引き出される、はい、そこに注目すべきレースになったので、まあ、そこでちょっとね、一線を隠すような足を使ってたんで、まあ、より瞬発力型としてのイメージが膨らみました。なるほどね、はい。というところで、赤石さんから気になる一頭、バイスメテオール分かりました。それから鹿野くんは何かいますか？いつも鹿野くんの穴馬注目してますっていうようなね、書き込みも結構あ、なんかいただきました、はい、ね、なんかね、固定不安がつきつつあるとこですけど、何かいますか？私、はい、ちょっと狙ってる穴馬、ちょっと狙ってる穴馬、はい、ディバインラブ。ディバインラブですね、牝馬です、はい。これは何故？はい、まあ、さっきあと言ったんですけども、福永騎手が乗るってことですね。はい、もうこれでほとんどの理由終わりなんですけど、まあ、やっぱり今年の G1 とにかく福永騎手を買っておけば、まあ、3着以内に来てくれるというところと、あとはスプリンターズステークスの時も、秋華賞の時も言ったんですけど、この馬、福永騎手が継続騎乗してきた馬はやっぱりなんかあるんですよね。ジョッキーが期待しているところがある馬で、この馬の場合は2走前に福永騎手が初騎乗して勝ったときに、これ次勝ったら菊花賞行きましょうって進言したらしいんですよね。ほう。で、実際次しっかり福永騎手が自分で勝って、また自分で菊花賞を望んできたっていうことなんで、シャフリヤール以外の馬で菊花賞を乗るくらいだったらこれがいいと思って言ったんじゃないかなっていう推測が立ちます。で、過去5年、さっき言いましたように福永騎手1勝2着2回で、これが継続騎乗だと、連帯率 100% なんですね、コントレールとレインボーラインということで、人気薄も持ってきてますんで、まあ牝馬でも全然、ね、最近の G1 見てると牝馬でボバ倒す馬っているじゃないですか。そうですね、はい。なので、まあ、菊花賞でどうかっていうのはまた別問題ですけど、今まで挑戦してる数が少ないので、そうですね、今年のメンバーならっていうところはあります。なるほど、はい。というところでね、気になる馬ということでお二人にも挙げていただきました。じゃあ最後ね、まとめとしまして、お互いが今のところ上位評価している馬、もちろん本命は二重丸の馬はそれぞれも一頭話の中で出てきましたけど、まあ、それも含めまして、本命候補と考える馬2頭をですね、スケッチブックで最後まとめていただきます。赤石さん、お願いします。はい、終始お、なんかすごい一気に出てきました。もう一気にここまで書いちゃうと、なんかみんなダイスポ買わなくなっちゃいました。大丈夫ですか？会社的にネットとは別物という。ああ、なるほどなるほど。はい、というところで、ごめんなさい、じゃあちょっと読み上げていただきますか。はい、本命はステラベローテですね。はい、対抗がオーソクレース。はい、3番手評価が、レッドジェネシス。はい、と、白三角がですね、ロードトゥーフェイム、モンテリオ、バイスメテオール、ビクティファルスの4頭でございます。なるほど、白三角あたりは結構ね、こう人気がない、面白い馬もたくさんいて、じゃあ、まあ、簡単に言うと、ひもあれ狙いという感じの菊花賞。そうですね、やはり冒頭に言ってしまったように、ステラベローテの相手探し的なレースだと思っているので、まあ、はい、配当を求めるなら、やはり2、3着はちょっとひねりたいなということで、こういう印になりました。なるほど、じゃあ、まあ上位2頭ということで言うと、ステラベローチェとオーソクレースというのが赤石さんの見解でございました。で、私のその、ね、上位2頭というのは、まあこうなります。オーソクレースとレッドジェネシスということで、まあどっちをね、最終的に本命にするかというのは、後でまたお知らせしますが、トレジャーハンティングをね、見ていただければと思いますが、まあ多分オーソクレースで行くというふうに今のところでは思っております。ということで、まあ、私の最終見解、それからね、お宝馬の方は、今申し上げましたけども、競馬ラボ血統トレジャーハンティング、こちらでご覧ください。レース前日の夜に更新いたします。どなたも無料でアクセスできます。
概要欄にリンクを貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。そして、赤石さんの印、まあ、今ねざっと全部サービスで読んでいただきましたけれども細かいねラップナビゲーターとしての見解は大スポ、東スポ市場で、ぜひお読みになっていただければと思います。ということでゲストの赤石さん、ここまでとなります。赤石さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、これに懲りずまたぜひお願いしたいと思っております。競馬ラボ神野くんもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、というところで、次回ですけれどもね、来週もちろん、天皇賞秋になります。またねゲストをお迎えするかもしれません。ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。それからねチャンネル登録まだという方、もう先週ねガンとチャンネル登録を増やしていただいて本当にありがたいんですが、まだしてないという方していただければ幸いです。グッドボタンの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは今回はここまでとなります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。